どうもアクシデンターズのタク、シュウチョとアイソン、ピザニア。このライドは皆さん、ドライブスルー前の人と同じものを食べるドライブスルー大食い。さあ、新企画ということで、皆さんドライブスルー日頃から使ってますよね。お店に入らずね、外で買えて、帰れるという画期的なシステム。うまい風になってたけど現代を感じる。今回なんですけども、ドライブスルーを使って企画をやります。タイトルに言った通り、前の車、本当知らない人ですね、と同じメニューをくださいって言います。お願いしますって言ったら何が来るのか。うん、なるほどね。まあワクワクするよね、そっちの方が。まあ少ない可能性もある。ドライブスルーってどっちかでね、家に持って帰るのか、その場で来るのか。それもあるかも。どでかいボクシーとかね、期待値は高くなる。正月とかさ、やったらやばそうだ。やっぱりね、大勢分買うし。今まだ休み期間でしょ。あ、もう学校始まっちゃったか。学校始まっちゃった。あ、でも今日入学式だから、そのちょっと忘れてる。ちょっと待って、みたいなノリはあるかもな。それはまずいね。まあ店によるべ。あ、おめでとうと言えば寿司。ドライブスルーなんかあんの。はま寿司。はま寿司があるんです。今回その5店舗やります。はま寿司、すき家、マック、スタバ、ココイチ。ウィーヤー。正直ね、量が多くなったらもうヤバいんだよ。5店舗行くからね、だって普通に少なくない。結構未知。結構未知。ワンチャン誰か食えない可能性もあるからね。そっちあんの。そっちはどうしよう。そっちは取り合いの可能性があります。メモあるし、たまに。でもすき家はマジで5区までに行くいっちゅうもある。あるんだ。だから俺らみたいな人は終わりますよね。じゃあ YouTuber 来たら終わりってこと。だから祝い事しよう。今うなぎがあんのよ。今ケーキきついわ。それだけって本当かなり低い確率だけど、俺は前与えてた時にうなぎ15個とか。15個。食えねえよ。食えないし万超えるじゃん。あって行くって思う。ということで、まあ今回は結構未知な企画なので、何時に終わるかも分かりませんので頑張って、この企画を制覇したいと思います。はい。では皆さん、本編に行く前に少しでも面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、拡散のほどよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあ早速、前の人が頼んだものを食べるドライブスルーやっていきたいと思います。はい。それでは、ありがとうございます。はい、1店舗目は腹ごしらえで好きやですよね。はい。もう車がいる。早い早い。あの、今前の人が頼んだものと同じメニュー欲しいんですけど、以上ですか。はい、そうです。すみません、ありがとうございます。おろしポジ牛丼とビリだけ。ちょっと動揺しすぎて食べたいからね、腹減ってるから。俺ここ結構食うつもりだったんだけど。好きなのちょっと期待するね。うん、どうやってもやっぱ持ち帰りがイメージあるけど。寿司やばいんじゃないの。ドライブスルーってもう絶対テイクアウトでさ、お家で食べるじゃん。確かに。間違いない。でも絶対おじいちゃんおばあちゃんも来てて、入学式おめでとう、じゃあこれで買ってきなよって。もう5人前とか7人前のあのゲーセットとか。まあでもやばいよ。海鮮丼とかあんま頼むイメージない、ね、年末が最大ってこと。可能性あるよ。いや、絶対大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、おろしポン酢牛丼ミニサイズ、誰が食うかもってやな。どうなるか、どういう食べ方をするかだよ。エビさん、今日って食べました。牛丼食べましたね。ちゃんと今日アルバイトちゃんと出勤してきました。唯一週一のバイトですよね。でも深夜上がりです。おろしポン酢牛丼ミニですね。じゃあいただきます。何言ってんだよこれ。いいわけねえよな。せーの、最初のグーチョキパイ。はい、今日勝つやつだ。せーの、最初のグーチョキパイ。すいません、すいません。じゃあドリンク買ってきてもらってもいいですかね。すいません。じゃあゲームポイ。今日ダメだ、何も食えねえ俺今日。フュージョン。はあ。うますぎワドタ。繰り返し、うますぎワドタ。さすが、付き合ってんのは違うね。ちゃんと紅生姜ちゃんも混ぜちゃうから。はい、間違いない。あの、ロシポンズに紅生姜は必須です。マストじゃない、必須ね。必須。はい、必須です。確定事項。はい、いただきます。ミニってのがいいわ、これからもいっぱい食えるから。やっぱおろし、うまいな。俺結構前からさ、はま寿司にハマっちまってんだよ。ちょっちゃんお願い、処理しといて、俺食ってっから。すごいいいダジャレだね。あー、頭がエビになってる。はい、食べて。僕最近はま寿司にハマっちまってるんだよ。何の入れ汁だ。この前くら寿司で食らっちまってよ。何を食らったの。完食。じゃあ君は次は住んでていいよ。いや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 、そんなやめてくれよ。任せろよ。じゃあもう隣がはま寿司なんで、レッツゴー。よいしょ。お前小店
すぎじゃないですか。めっちゃ満杯やん、駐車場。この込みを逆に考えたらドライブスルーいっぱい来る。これ張り込みですか。あー、そうなっちゃう。張り込みデカですか。張り込みですか、やっぱり張り込みデカか。いや、張り込みと言ったらですよ、もう。え、なんかあるんですか。張り込み、あー、二つあった。用意してたやんけ、それ。あれからですね、3、40分間待機したんですけども、うん、一向にね、ドライブスルー1台も来ませんでした。まあ、やはりみんな中で食べるんだね。本当に来ない。で、時刻はもう2時なんで、まあ、こっからあんまり来る方はいないのかなと。なので、ちょっとずらします。先にスタバ、マック行こうかなと。スタバ、マックだったらもう常にドライブスルーいるイメージなんで、一番近くてあんのが今スタバなんで。いい？お前らお腹空いてる。どうぞ。いや、もう全然全然。もうだってあの後ろはまずいんじゃない。ベンツだ。めっちゃイカした。ベンツはまずから。ベンツめっちゃ頼むぞ。え、普通にイカした飲み物頼むんじゃない。フードの可能性もあるのか。そうだよ。すみません、あの今前の人と同じものを注文したんですけど、ピンク。ピンクラテのブランデータイプでいいですか。そしたらそれでお願いします。そりゃそりゃそうだよ。スタバースこれはね、予想できたよ。そりゃそうだよ。家に持って帰って飲む人なんて、まんなかなかにいいんだから。車の車内にいる人数だよね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。アイスラテ、アイスラテグランデ。もうこれ次マック行く流れで飲んじゃえばいいか、はい、飲みたい人。はい、まあ、しょっちゃん一旦飲んで。まあ、二人で飲む。いただきます。待って、桜めっちゃいいじゃん。蔵の花火が散るたびに。あの動画のコメントで来てたよ。ペイさんがね、そう、満開なんで、もう一回個人で来てください。ちゃんと咲いてるね。うわ、これなんか桜が散ってる中、車走るのいいね。風情を感じます。エモいね、エモいね、エモいね。なんだこれ。人によってやっぱ言葉ってだいぶ変わるよね。25になる男、風情使っちゃダメだよ。ほら、風情があっただろ、今。言いたいだけじゃん、だって。言いたい、ちょっと。あんな桜ペラペラに風情。言いたいことかないでしょ。そんな言葉使うやつ全員言いたいだけだろ、お前や、それは。みんな休みの日何してたの。話題なさすぎる。話題なさすぎた。じゃあ逆に今悪伝はその休みがあるじゃん。編集日になっちゃってるけど、とはいえさ、ね、会ってないじゃん、うん、土日は、うん、やっぱ月曜日に最初に聞いた方がいいのかなって。一、うん、人でサイズ行った。本当に。おー、あえてかっこいい。いや、なんか無性に食いたくならん。お前言うじゃん、よくサイズがさ、無性に食いたいんだよね。本当に行くの。サイズはね、心の安定を図る場所だから。え、しょっちゃんは土曜は昼から上野で飲んでた。ゴチかよ、大人。めっちゃ、ね、めっちゃ充実しとるやん。うまかったな、ビール。ビールか。あと入った店のトンレバと油っていう串があって。油、ああ油。めちゃくちゃうまかった。油食いて。うまい、ね。油ってあれじゃん。ホルモンでしょ。ホルモンのもうめっちゃ油で。西成食ったやつ。めっちゃうまいよな。めちゃめちゃうまい。超うまいよ。寝てた。寝て好きや。寝て好きや。そう、寝て好きや。私は好き好きのライブに吉尾が誘ってくれて行ったんですよ。話した。話した話した。おお。マジかっこよかったよ。なんかマックは1人1個バーガー食いたけどな。うん、でもあんまないか。セット2か。人は入ってますね。うわ、ドライブスいっぱいいるわ。うわ、来たー。あっつあっつあっつ。結構長時間注文してるよ。家族のために買ってくるんじゃないの。ハッピーセット。まあそうだよな。大きいセットだもん。ってことは、そもそもさ、まずはエスポテトですね。エスポテト、チーズバーガーかハンバーガー。ハンバーガー、この方多分ハンバーガー嫌いなんでしょうね。チキンナゲッツ、ごめん。そうか、変更もできんのか。そうなんですよ。飲み物が黒ぶどうですね。クーダーで、一番大事なやつ、ハッピーセー。今何なんだ。なりきりプロキットだす。ハエデが好きそう。見たかも、 TikTok で銃とかあるやつだよね。何それ。銃だ、銃だ、銃だ、銃だ。いや、すごい。違う、それ多分めっちゃ銃、軽音のやつだ。あ、軽音か。軽音の散々俺ら見たぞ。まだありますよ、一個だけじゃないんです。今のハッピーセットは、お医者さんセット。せーの、はい。あー、何これ。昇進機。昇進機だ。え、ここないパターン。それ何。あー、入った。ちょっといいっすか。とか、はっ、し、し、死んでる。さっき突風って言ったよ。何だったの。対象はグー、じゃんけんぽい。やったー。ほら、よこせバカ野郎が。お前、いただきます。うまっ、うまっ。え、じゃあもう向かっちゃうよ、ココイチ。いや、から一番近いココイチの。でで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 。で行きます。2時半。この時間帯からココイチは使わねえよな。アイポテト終わり。ケンタッキー、ケンタッキーも結構熱かったけどね。ケンタッキー熱かった。あー、だって1回の注文半端ないやん。
あ、そうじゃん。うわ、はま寿司やめよう。ケンタッキーにしよう。ほら、歌ってくる。またケンタッキー入ってった。めっちゃ激アツじゃん。ラッシュじゃん。大収穫じゃん。もうはま寿司やめよう。はま寿司やめよう。寿司やめないです。どうせ一人前しか来ねえよ。なんなら来るかもわかんないよ。どうすんの、今日で終わらなかったら。だから、23時まで張り込んで来なかった場合は、もうそれ行かなくていいです。まあ、そうだよな。お前らの願い、叶えてやるか。ケンタッキーファイドーどういうこと？ケンタッキーに行きます。あ、行くんだ。はい、行く。それは6店舗。だから1店舗追加されますね。あ、追加なんだ。追加なんだ。はい、追加なんだ。だるっ。増えちった。いや、減らすのはちょっと違いますからね。ランニングクエスト。ランニングクエストです。アメリカ語で。いやいやいや、まあ分かんないですよね。さっきもさっきの人言ってたかな。多分2人入ってるから。すいません、あの前の人が頼んだメニューと同じものを注文したいんですけど。はい。アジレモンツイスターペットオレンジジュース、コールスローのエッサイズとカツ丼合わせたアイスコーヒーだ。めっちゃ頼んでんじゃん。じゃあそれお願いします。ツイスターセット。かしこまりました。思うけどみんな対応力すごいね。すごいね。一発で聞き取ってくる。結構頼んでね。バジルレモンツイスターセットって分かったんだけど、それ以外が俺ドリンクが多かったようにしか聞こえなかったんだよ。でも過去一の量では期待できそう。そうね、過去一の量だとは思う。てーてーてー、クソ言うとね。なんか思ってたの違うな、量がさ。1個前だったな。いや分かんないけどね、あの人ももしかしたらドリンクめっちゃ多かっただけ説あるし。そんなことある。こちらがオレンジジュースになります。オレンジジュース、アイスコーヒーです。入っていいよ。ありがとうございます。それ何？いや、どんだけあったの？1710円だから、品数もあると思う。まあ、今の飲み物2つとコールスローをバジルレモンツイスターセット。うまいよ。一番うまいやつ。で、フライドポテト。あ、あと和風チキンカツバーガーセット。バーガーもあんの？そう。バーガー食いて。これもフライドポテト。なるほど。あ、じゃあ2人前セットなんだ。あ、熱い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 。あ、皆さん。まあ、伝えといた方がいいかなと思ってますけど、うん、まあ、今みたいに緊急クエストが入ったじゃないですか。はいはい。で、まあ、この企画どっちしろ5店舗の最初に決めた店舗数は行かないといけないんですよ、はい。まあ、店舗名か、まあ、残ってるのがココイチと浜寿司なんですけども、うん、いや分かんないよ、これ緊急なんで、あの緊急でクエストが入る場合もあります。まあまあまあ、それは理解した。あのガチなんでこっち、うん、こっちガチなんで。いや、それ俺のさじ加減ではない。これだけ言ったから、ちょ、ごめん。え、これだけ緊急クエストなんで。え、お前らモンハン全員やってるでしょ。緊急クエスト来ると緊急じゃん。まあ前触れなくて、前触れなく来る。そう、だから前触れがないことって準備ができないというか、僕もまあ緊急が降りたらそこに向かうだけなので、そこだけはご了承ください。都合よ、都合いいね。え、あの別に楽ではないって、きつい分にやめる。いやいや、お前の恥かけんじゃねえか。じゃあだからよくないだろ。きつい方が面白いしこ出てる。とりあえずきつけばいいでしょ。いつものやつやんじゃん。とりあえずメインを紹介しようか。そうだね。これがバジルレモンツイスター。はい。これが和風チキンカツバーガー。うん、合致します。コールスロー、フライドポテトの S が2個あります。はい。これはじゃあバーガー1人、ツイスター1人、ポテト、あとポテトとコールスローでしょうか。なるほどね。せーの、最初はグーチョキポイ。よっしゃー。せーの、最初はグーチョキポイ。チキンカツバーガー食べた。おひょー。はい、どうぞ。やったー。え、ちなコールスロー。いや、俺もいらん。最初はグーチョキポイ。はい、グッショクサガ。コールスローって健康なのかさ、デブなのか分かんなくない？このマヨネーズダックダックの。まあ、健康の反対ってデブだったの。すいません。申し訳ない。正気失礼よ。いただきます。うわ、うまそう。食べたかった。あ、うまっ。うまっ。あ、いいレモンの風味。あ、うまっ。5年前のカレーマッテンの時、ケンタッキーのカレーマッテンの時は絶望的にまずかったじゃん。あれの記憶が脳裏にさ、ずっとちらついてるからさ、コールスローイコール美味しくないなんだよ俺なんかイメージはね。でも最近ちょっくらこういう企画で食べるけど、うまい。書き換えられた。うまいよな。うん、僕さ、研修のプリップ好きだよ。うん、ちょっと交渉したいけど。何と、な、どういう。一口と一本。一本でいいのか。一口に対してだったら俺は二本上等するか。ああ、あくまで研究クエストでしょ。
そう、だから別にこれを食べたところで、まあ、何にもならないんだよね。実際カレーも一人一杯だったら余裕でしょ。いや余裕なんだけどさ、一人一杯だから約束されてないじゃん。うん、まあね、こいつでテイクアウトで10杯とか頼むやつはいないやろ。だから子供会の買い出しとかあるかも。子供会ってここ行く。うん、あ、よめカンカン、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ本編に戻ります。本編に戻ります。これ緊急クエストなんで。本編じゃないのこれ。もうこの本編じゃない、外伝ですねこれ。ちょっといいな。ちょっと今メインのカメラが作動しないんですけど、はい、唯一この辺にあったココイチでドライブスルーが対応してた店舗、はい、ダメだったんです。本当にドライブスルーがここだったんだよ。始末だった。ダメじゃん。これがもしかしたら僕の記憶違いだった可能性もある。それあり得るというか、それを、まあでもとにかく調べたら豊敷にもあるらしいんで、はい、豊敷に、豊敷に行きますか。はい、僕ぐらいですか。ここが18分。まあまあ近い。それじゃあ向かっていきましょう。はい、到着。豊敷ここ1あるじゃん。さあドライブスルーありましたけど、あ、まあ、そうか、待たないといけないよね。今4時なんだけど、4時にカレー食い行くやついる。ここのお兄さんも待ってる。じゃあもし店から店員さんが出てきてカレーを渡していたら行こうか。そうだね。密着20時始まります。しんど、この企画。これは張り込みですね。この企画しんど。企画変わった。これこっちのメンタル面えぐ。このパターンは予想してなかったね。あ、お兄ちゃん普通に着席した。終わったー。来た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 、やっと来た。1時間ぐらい待ちましたよ。頼むぜ、お願い。空いてるから俺一杯食いたいです。カレーだからもしかしたらトッピングとかしてる可能性ありますね。食いたい。あ、すいません、すいません、ありがとうございます。やばいって。あーパンややばいって。え、ちょっとこれ持った感じ2キロあるぞ。うそ、両方でね。でも金持ちだよ多分これ。野郎がいっぱい食うのか。ソーセージポークカレー、でっかー、ロースカツカレー、エビ煮込みポークカレーですね。何それ何それ、初めて知った。ほうれん草ポークカレーです。あー、分かってる。分かってる。あら、この方は普通のポークカレーです。あれ一人だけおカレーだったのかな。一人だけ。でもさ、適当に買ってさ、好きなやつ選べえのかな。あー、そうタイプの。そういう感じ。ノーマルの人も配慮してね。さあ、コンビニ来ました。よっしゃ。じゃあ、カレーセレクト行こうか。ジャン勝ちで買ったやつから選んでこれ。そうだね、好きなやつ選ぼうや。せーの、最初グーじゃけぽい。はい、ごいしょ。えい、最初グーじゃけぽい。はい、ごいしょ。はい、ごいしょ。えい、入ってくる。そっちはなんだっけ。ほうれん草と普通のポークとエビか。あ、エビかもな。エビにしまーす。ありがとう。エビ、ほうれん草、ほうれん草。最初はグーじゃんけんぽい。あの、勝つ。じゃあ、いただきましょう。いただきましょうか。ちゃんとした飯だ。ほんとだ。いただきます。いただきまーす。ただ車食うもんじゃねえよ、ここいちゃんね。こんなトロトロなんだ。うまい。ほら、一度。うまそう。うまうまっ。うん、うん、これ辛さどんなもんだろう。結構辛く感じるよね。あ、でもなんかちょっと辛い。あ、俺らでそう思うってことは1前後だな。あ、ココイチうめぇ。うん、うん、エビくん今シャッとダウトしたでしょ。あ、俺やばティッシュないんだっけ。ないんですよ。ないんですよ。フェットティッシュ。あ、ウェティやんの。その白 T シャツなんてもう汚れるためにあるもんだ。大丈夫、つまみ洗いの王子がここにいるんだぞ。全く問題なし。エビがここいつけられなかった。ちょっと待って、熱すぎるし辛すぎる。体中のあらゆる穴から水が垂れてきてる。え、やばくない。下から出てくるんじゃない。え、マジか。ドバドバじゃん。ちょっと待って、量多ない。めちゃくちゃ多い。こんな多かったんだね。うまい。あと一杯あるんだよ。これ大丈夫か。まあ大丈夫。ない、そういうの全然ない。言われないよ、いいんけど。看護師さんに。あー、シンプルはつまらないと。 OK。 はい。うわ、美味しかった。ごちそうさま。はい、はやって。はい、はい、はやって。見てこの汗、もう無理だって俺。ってことはカレーを食えば痩せるんで。そうだ、カレーって。お前汗かきすぎだろ。まあいいや、食べれる、食べれるだけ食べるわ。じゃあさ、回し食いしてって最後のやつは絶対完食しないといけない。やばいこと言ってんじゃん。協調性じゃないの。協調性、協調性が試されない、そっちの。だエビ食った後、はやって食った、はやって食った後。やばい、食べたやばい、絶対やばい。甘く感じる。え、はい、お前そんだけ。いやでも結構強調性ね。強調性、まあ2周目あるからね。強調性大事だから、お腹空いてるかなと思って。あー、そうなの。いや、なんか緊急クエストとか来るかもしれないしね。口でしょ。俺ってさ、案外綺麗に残ってるよ。早っ、強調性な。
あ、俺じゃねえかよ、タンタクーラー。よく考えて、でも、なえ、汗抑えないといけない。食事を抑えないといけない。選んだね。でだったら何も何もないじゃん。何もないとかないだろ。ハンデがないじゃん。結構いったな。おお、結構いってくれた。半分以上いってる。ちょっと待て、ちょっと待てよ。誰だよ、福神漬け全部食ったやつ。俺ちゃう。誰だよ、俺だよ。自白早っ。お前一番うまいのに、ここの福神漬けが。バカ、うまいから食ったに決まってんだ。確かに。あれ。じゃああと1店舗行ってほしちまいよ。じゃあ。はい、終わり。せーの、ごちそうさまでした。よっしゃ、ラスト1店舗は浜寿司です。は、今度こそ浜寿司。夜の浜寿司はワンチャン、逆にラッシュかも。出航。おい、マジか、マジか、浜寿司戻ってきたら、ドライブスルーに、うるせえ。マジか、ありがてえ。ドライブスルーいる。あっつ、あっつ、なんて神タイミングなんだ。1時間ぐらいマスクかけもらったのに。激アツ展開。すいません、今前の人の車と同じメニューを注文してるんですけど。前のお客様、厳選12種1人前1つ頼んでいらっしゃいます。そしたらそれお願いします。かしこまりました。いいやつ、いいやつ書いて。いいやつ。厳選12種。あ、なんかでもちょっとやっぱお祝いなんちゃう。1人前1人前よ。どんなんですか。1人前なんだ、朝食系。いやでもこの企画が終わるって。うわ、こっからあと何時間待つんだろうとか思ってたけど。あ、でも結構ご年配の人。家でしっぽり。そうだね、いい寿司を食う。いいね。ちょっとあの焼酎日本酒飲みながら、でハマチにハマっちまったよっつって。えぐ、ボンネットをさ、このモンモンやってたような。いや、ごめん、このカレーついててさ。許されてる方だ。なんでもやばい、腹痛い。いや、これで終わるね。終わる。ちょっとティッシュ。ティッシュ、何時始めたっけ。1時じゃない。ちょいだ。今6時。いやいやいや、それ5時間は早ない。1店舗1時間だよ。早ない。しかもほぼここ1 ほぼここ1の移動と待機時間。でもここ最初待ったもんね。30分待ったもんね。厳選12種じゃうまいやつ。中東突破どうなんだろうね。厳選された12種はま寿司が厳選してるんでしょ。はま寿司が厳選してるってことはうまい12種類が来るってことですよ。長期が俺に恋人つなぎしてる。なんで？あえてから手つないでいった。長期、イチャイチャすんなよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さ、来ました。来ました。こちらが厳選に厳選を重ね、頭おかしくなるほど厳選した12巻です。それでは見てみましょう。鳥のように。つやがいい。つややか。じゃあ一人一貫ずつ食えば。なくなんない。一人一貫じゃなくなんない。どういうこと。好きなものを順番で回してって。じゃあエビから回してっていい。待って待って、エビ、ちょっとエビやばい。今日醤油が怖い、醤油が怖い。醤油はさすがに怖い。下手すぎない、下手すぎない。遠慮なく、中東化だ。絶対中東いいわ、もうお腹いっぱいないよ。お腹いっぱいよ。厳選してるだけあるわ。厳選だわ。厳選、さすがに厳選。うまっ。何行くの。食ってさ、こういう時何行くのよね。こういう時すいません、あれはあれなんだよな。いくら行かしていただきます。あら、珍しい。いくら好きなの。いくら好きやわ。うん、まっ。卵行くのかと思って。俺はやっぱ卵行くことある。あえてのチョイスね、結構大事だよね。あえてここで行くのはエビなんだよな。だな。何選ぶと思う。アナゴ。僕はもう決めてます。取ったって。うわ、惜しい、うん、なんか意外とあっけなかった。そうか。なんか待機時間が長かっただけで。普段の道具と比べたらそんなじゃない。比較的労力は結構あった方だと思うんだけど。寿司うまいな。うん、でも浜うまいね。あの浜寿司さん、うん、浜が最強。サーモン、お寿司、うん、ねえタコ、いいよ。あ、うまタコ。いいよ、いいよとかない。あの口内炎痛すぎてさ、醤油はちょっと無理でやんす。一番いらないのは何ですか。じゃあ全部いいよ。とりあえず一貫食べてこっち回して。あ、はい。あ、もう。はい。はい。もう一貫食おう。いい締めだ。最後一貫残る。じゃあこれ食べちゃうわ。なんで一貫残るの。なんでか一貫食ってないから。あ、だっけ飛ばしたから。もう一貫、翔ちゃん、もう一貫。え、そんで
なんかたくらんでたわけじゃないの。はい、完食。完食。これがまだ飲んでたんかい。あいつになった。そう、もうコーヒー飲んでた。飲んでたんかい。見た、バイクの音か。お前の裸でえげつな音がしてたと思った。はい、オッケー。美味しかった。はい、スタート。完食。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、ということで、なんだ、なんだ、なんだ、だるい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 、なんだ、な、なんだ、お前ハマりすぎ、それなんだ、もうだるい、やめてくれ、やめてくれ、俺の後を占領するな、やめてくれ。次回、エヴァンゲリオン松屋からの刺客。おっさ、いい加減にしろ。おーい、ということで、なんと緊急クエスト松屋が来ました。おい、いや、びっくりだよ。なんでしかも喋ってんだよ。松屋だるいよ。なんですか。はい、我が松屋。今もういらっしゃいましたね。今いらっしゃいましたね。あ、いた。うん、行きますか。じゃあこのままカデナゴールでいいんですか。何が何でもこれで終わりです。まさかこんなところでね、一番なんかすっごいやつとか来なかったりしちゃったりね。すいません、あの前の人と前のさっきの車の同じものを注文したいんですけど、これも進みます。教えてくれなかったから、あそこで知らされますね。確かに注文が来て分かるって感じですね。あ、俺こっから袋見えるよ。お味噌汁1個。案外ね、それあるかもね。結構少量なもの1個とか。お願い、俺も少ない方がいいと思う。え、お前どの口が言ってんのかな。時刻は6時半、もう夜ご飯時よ。いや、ちょうどいい時間だよ。今日ラリーするバツ、やばい気がするわ。これもなんかちょっと長く匂うな。これ匂うね。お、来た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 。あれ、よ、いや、あれだけ。丼が2つ、丼は取れる。うん、牛丼系2つと以上。あ、以上だ。なんだ、いや、わかんない、何牛丼なのかと。前の貴様のご注文が、ゲームシューの並盛りが1点に、はい、特盛りが1点に、生玉が1点の計3点ですが、よろしかったですか。はい、すいません、お願いします。どんだけじゃないんだ。得か、松屋の得って俺食ったことないんだけど。俺もないの。ないわ。ラストにふさわしいんじゃないですか。ラストなんだよな。いや、わかんない、またこれが。待って、はい、すいません、ありがとうございます。すいません、めんどくさい注文で申し訳ないです。ありがとうございます。松屋って卵割った状態で出てくるの。6度ね。さあ、ラスト牛丼です。ファイヤー。どうやって食うんだい。まあ、一旦波終わらせる4人で。いや、俺波食うよ。え、任せろ、任せろ、波食う。一人波食って一人で波食うから任せろ。みんなで得いくか。付き合い店員として完食しないといけない。手づきゅう飯の波盛り得ってふっか。マジでふっか。うわ、べっきゅう。ふっか得盛りマックスのあれかな、量かな。すごい、持って。おお、お見事。お、方眼？方眼だよ。いただきます。どっちや。うん、うまっ。いただきます。うん、うまっ。今日牛丼は食ってねえのか。あ、うまっ、当たりだ。今のキャパでうまって言えんの相当うまくね。あ、バカな量じゃん、これ。いい肉の噛み応えだ。いただきます。甘い、染み込んでて柔らかくてうまい。すごい、手の残像が、残像がすごい。え、そこでそれできんの。お前残像 OK。 おかけになって、おかけになった電話番号は現在使われておりません。え、脳症炸裂が。エビくんも波終わってんだけど。お前めちゃくちゃ腹減ってるじゃん。うん、すごい。なんで親仲だな。さっきココイチ2杯目食わなかった。君もだ、俺もだ。ほぼあいつだ。はは、うん、いや、あー、ごちそうさまでした。でも安心しちゃいけないからね。確かに。まだあるかもしれない。他10店舗になる。あ、いい肌、いい肌をちょっと超えた肌。いや、満腹やな。はい、あい、あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。誰か相手の口塞げ。シシオンオゲ言えてる。おい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 。で終了。おい、なんで
悔しそうなんだおかしいだろ。今回の企画、まあ本来はね5店舗だけだったんですけど、はい、まあ、緊急ミッションが2回重なり、はい、7店舗となりました、うん、この緊急ミッション制度が今後導入されていくのであれば結構さなんかインフレ起きるよね。確かに全てにおいて企画考え直さないといけないから、はい、まあでも全然面白かったのでね、ああ尺的にも、まあ、皆さん楽しめられたのかなと、はい、そうだなこれを認めたらダメな気もするぞ俺ドライブスルーでいっぱい食べるのは今の時代はあんま少ないのかな、うん、まあ結構運ゲーだったよ。かなりの運ゲー。ココイチだけだよね多分普通に。そうね、まあ確かにね。これ第2回があるか分かんないんですけど、まあマジで好評でした。第2回があると思います。まあ次回こう運転者変わろうか。ああまあ確かに、うん、緊急ミッションやるかやらないか運転者のさじ加減でいいので、はいはいはい、今後のアクシデンターズのドライブ企画楽しみにしてます。はい、はい、では皆さん、我々 SLS やっていますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。お願いします。お待ちしております。それではまた次回のドライブする企画でお会いしましょう。はい、バイ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 。風を切って走ってゆく希望の